インディアンジュエリーの店イーナ店長のインディアン佐藤です。今日はナバホ族ハリソンジムのシルバーポッタリーの制作風景を紹介したいと思います。以前このシルバーポッタリー銀壺の作品紹介をアップしたんですけど、これをハリソン家に取りに行った時に実はまだ完成してなかったんです。その完成するまでずっと私見てたんですけども、作ってる姿をで見ながら iPhone で撮影写真撮ったり動画撮ったりしてたんです。でそれを私の個人的な資料として保存してたんですけども、今こういった状況で、一人でも楽しんでもらえる人が掘ったらええなと思って、ハリソンにも許可を得て制作風景の動画をアップすることにしました。まずまあ動画の説明は後ほどするとして、まず動画を見てもらいます。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。最初の動画でハリソンがガスバーナーでひたすら銀壺を温めながらスプレーしてるんですけど、であのスプレーっていうのはフラックスって言って銀の酸化防止剤です。であれをすることによってこの2つのピースを
ワンピースにする、くっつける、ロー付けっていう作業はあるんですけど、それのくっつきやすくするために行う作業です。で、その後、こういよいよワンピースになるんですけど、ロー付けするんですけど、あれはかなりの経験と技術が必要な作業です。ほんで、その後、こうひたすら磨いてピカピカにするんですけどね。で、いよいよ最後の工程でこうスタンプ押してた、売ってたと思うんですけど、あれが実はここに隠されたハリソンのホールマークやったんですね。これで完成しました。まあ、ハリソンはこうやってジュエリーを作っていきます。まあ、その作品によっていろいろ工程は変わってくるんですけども、まあ、こういうのを見ることによってちょっとでも親近感が湧いてくれたら嬉しいなと思います。最後にこの動画をアップすることを許可してくれたハリソンジムに感謝します。それではまた。